静岡県伊豆の稲取。一年中温暖な土地とあって、住宅や別荘の建築が年々増えているようです。この家を建築している大工さんは地元育ちの鈴木信之さん38歳。しかしこの本業は月曜から金曜日まで、週末はパラグライダーの先生に早変わり。5年前から始めたのが、熱中のあまり先生の免許まで取って今や教える立場。山の中腹などを利用しての教室に今回参加したのは2人の男性。風が強いため、生徒に命綱をつけてのコーチです。授業料は1日6000円。コツを飲み込めば、初日から空に浮くことができるとあって、今や教室への申し込みが地元だけでなく、東京や名古屋からも来るほどの人気です。生徒の悪戦苦闘ぶりに負けてはならじと、先生が模範演技に挑戦。先生のような見事な空の舞ができるようになるには、やはり時間とお金がかかるようです。